リータです。今日はカガヤンデヨロの古群マーケットというところに来ています。まあこの地域はカガヤンデヨロでは比較的スラムに近いところで、まあ、いろんな店があるということで、まあちょっと行ってみたいと思います。まあ早速もう今物語に絡まれてるので大体こういうのは無視ですね。無視サンダルなんですけどね。だからちょっと何かあってもおかしくないようなところはいつも靴を履くようにしてます。まあ急にね走って逃げることや追いかけることができるように、ああ場所によってそういうのをね変えていってやってます。こっちの建物にマーケットが入ってるそうなんで、ちょっと行ってみたいと思います。けどね、一応ね、やってね掃除する人もいるんですけどね。負けだ。汚いですね。とりあえず行ってみましょう。お米ゾーン。じゃあそれではせっかく来たんでね、マーケット中入ってみたいと思います。すごいな。結構匂いがね、きついな、匂いがやっぱりしょうがないんですね。
あれだ、豚のここだ。あそこに見たことあるやつがやられてますね。ミートセクションとかチキンミートセクションとか、場所場所が違うんですね。ここは多分フィッシュゾーン。ですからね、新鮮な魚介類も結構多いと思います。めっちゃ卵があるんですけど、めっちゃ壊れてるんですけどね、これ大丈夫なのかな。割れてる卵いっぱいある。めっちゃ卵あるんだ。冷たいの食べたいですね。お、出た、服屋さん。安っ。見てください、あれ。パジャマ。5.8ペソ。15円ぐらいですよ。服1個15円。これは20ペソ。50円ぐらい。服50円だって。やばくないですか？これ、ここで買って日本でメルカリとかで売ったら転売ビジネスできませんかね。ね、60円ぐらいだってこれ、パジャマ。どうすか、パジャマ。ちょっと、ぐちゃぐちゃやなこれ。ちょっとね、暑いんでね、冷たいもの飲みたいと思います。めちゃくちゃ暑いです、これが。このブコジュースね、めっちゃうまいですよ。1個ね、80円ぐらいですけど、めっちゃ美味しいです。ブコジュース来ました。これね、めっちゃうまいですよ。いただきます。甘くてめっちゃうまいです。まあこれ本当安いですし、フィリピン来たらぜひ飲んでみてください。多分いろんなところで結構売ってるんでね。じゃあちょっと上に行ってみましょう。全然無意味なエスカレーター上は野菜ですね。野菜で置いてある。
つもね、僕がね、行ってる家の近くのスーパーなんかよりも全然新鮮ですよ。普通に野菜が美味しそう。この前のね、ダバオもそうでしたけど、買い物するなら、こういうマーケット絶対買った方がいいっすね。もうスーパーとかに置いてある野菜とかって、流通がやっぱり遅いんで、結構日が経ってる場合が多いんですよね。だから新鮮なものを買いたいなれば、こういうマーケットに来た方が絶対いいです。ダバオのマーケットでもちょっと聞いてみたんですけど、ここでも、まあ、このカガヤンデオロのこのマーケットでもマンゴーが1個いくらか聞いてみましょうか。1キロ100ペソですね。ダバオが90ペソだったんで、こっちの方がちょっと高いですね。ダバオより大体1キロ100ペソってことは、大体ですけど、大体このイエローマンゴー1個ね、大体30ペソぐらいになると思います。だから1個7、80円ぐらいですね。まあそれでも日本に比べたら激安っすよね。めちゃくちゃ美味しいですからね。ぜひマンゴーはフィリピンに来たら食べてみてください。人参とかね、野菜がね置いてあるのが全部綺麗な理由が分かりました。その理由はこちらです。じゃん、綺麗にね、やっぱね、洗ってますね。洗剤でゴシゴシやって綺麗に洗ってます。今日はカガヤンデオロのホグンマーケットからお伝えしました。こういうマーケットはですね、どうしても街の中心部にあるんで人が集まってきて、で人が多いんでね、いろんな人がいて治安がどうしてもね悪くなるところもあるんですけど、まあ、それでもこういうマーケットすごく日本にはあんまりないからですね、新鮮な部分もあると思いますんで、ぜひ行ってみてください。もちろん十分気をつけながらですね、楽しんでもらえればと思います。これからもどんどんフィリピンのこと発信していきます。